中川翔子です。今日はですね、なんと舞台の東京公演が無事に終わりましたということで、ご褒美になんと高級寿司でお一人カウンターやっちゃおうかなということでございます。イエーイ。大丈夫なんですか、お寿司をただ食べるっていうことで動画は成り立つんですか。しかも髪を切ってすぐだから、まだ鏡見て自分でも誰ってなってるんですよ。だからつまり皆さんにとってもっと誰ってなってるわけであって、見知らぬ女がただ寿司を食べるという動画ですけど、オーケー、見知らぬ女がお寿司を食べます。さあ、こちらは銀座の寿司龍介さんにやってまいりました。店長の山根龍介さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい。お一人カウンターザギンデシース。中川さん、お寿司の一番好きなの？やっぱりイクラと中トロと縁側。イクラってすっごい好きなんですけど、なんでかっていうと、私の母方のひいひいおじい様、伊藤和孝さんっていうんですけど、なんと鮭とマスの養殖の方法を日本に持ってきた人なんです。青森県産のもずくですね。はい、早速始まりました。美しいもずく、見てください、このもずくの一本一本の美しさ、細さ、キューティクル、まるで魔法の紙ラプンツェルみたいですね。あんなトリートメントをしたらこんな風に細く美しくなるの。いただきます。ツルツルっと入ってシャキシャキって量鈴喉越し、喉と食道すらも鈴と言ってますよ。一回のそのヒラメですね、上に乗っているのは黒トリュフです。周りがトリュフ塩ですね。そちらのトリュフ塩をつけてお召し上がりください。お寿司屋さんで黒トリュフ、すごい、こんなにたっぷり、うわー、ダブルトリュフで双方向からのトリュフ攻めで、後ろから前からトリュフ、思い出される。ごめんなさい、浅中陽子さん。後ろから前からどうぞ。いただきます。本当に美味しいと美味しくて泣く、涙出る。甘く切なく溶けて消えていく。だけど夢じゃなかったと、トリュフの香りが、芳香が鼻から脳に抜けて伝えてくれる。おいしいです。あれは、あの黄金は、禁断の理由、ザギンの理由。富山県産の白エビですね。上が北海道礼文島産の、バフンウニです。バフンウニ、いけない、輪廻転生してしまった。出て戻ってきた。うわー、美味しい。もう例えられない、この透明感、すっごく甘くて旨味。バフンウニは形を保ってるのが不思議なぐらい柔らかく、スーって溶けていく。誰がこれを一緒に食べてみようって思いついちゃったんでしょう。すごいですね。大将ですか？はい、すごいですね、発想ですよね。寿司界のキテレツくんですよ。ピンクパーティー。それなんか18禁みたいなやつ。やめてさい、そういう言い方さ。すごい、もう宝石ですね。白甘鯛ですね、昆布締めにしてあります。ありがとうございます。まあ、召し上がるので、指ですね。指で、はい、最近指でお寿司って言ってなかったですね。せっかくなんで、じゃあ透き通ってる。いただきます。幸せ。本当に幸せ。
もうやっぱりシャリと出会った時にまた全然変身しますね、お魚って。昆布締めがね、スーッて染みて、シャリの酢の入り方が天才。シャリの酢の入り方が天才。いやー、美味しい。赤身です。赤身、塩釜で買ったマグロですね。119キロ。うわー、ずっしりですよ。ツヤツヤ、ツヤリ、まるでルビー。いただきます。うまい、幸せ。うん、赤身ってすごい、こんなにも奥が深いんですね。海の底まで一緒に泳いでた、もう海の底まで一緒に泳いでた、もう連れてかれた、119キロくんに。それ死にますよ。中トロですね。うわぁ、中トロ様に出会ってしまった。いただきます。日本語って足りてないと思う。美味しいだけじゃ、はみ出しちゃう。うわー、すごい。赤身の次に同一人物と思えないんですよ、もう。この脂の乗り方、上品でね、コクと、素晴らしい、極上。もう結局日本最強ですね、本当に。すごい、もう結局日本最強ですね、本当に。大トロです。大トロすごい。見てください、このグラデーション、だん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 って分身した、すごい。いただきます。うわー、凄まじい。すごいじゃない、凄まじいです。まずもう舌の上に乗って上ごと挟んだだけでもう、うわーって風味が、旨味のガトリング、それを成した。すごい。大トロ大先生も大トロ様のこと考えるとき敬語で考えるよって。大トロ様のこと考えるとき敬語で考えるよって。小肌です。小肌、はい、綺麗、ツヤツヤですね。メタリックシルバーえ、なんで笑うの。なんか戦隊ものみたいな。この酢の元気パワーすごいですね。がっつり来てくれるこの感じ。もう全ての疲れという疲れが吹き飛んだ。うわ、美味しい。こちらがですね、毎日豊洲市場の方に何百枚何千枚というウニが入ってくるじゃないですか。いいものからこう0102という札が付けられるんですよね。これ今日の一番です。一番、今日の一番、一等賞。もう多分人生の中でもうないと思う、こんなこと。すっごい、横から見た時のこの高さ、密集、ウニビルディング、ナンバーワン、優勝。ちなみにこの一箱でいくらぐらいするものなんですか。正直仕入れでこれ一箱で9万円です。高い時は10万円超えてきます。うわー、紫ウニですね。うわー、失礼します。世界中の皆様ごめんなさい。だって今日宇宙を見回してこの1位を食べられる人類がほぼ限られてる中の入ってしまう。ラッキー。あー、大きい、手が震えてる。いただきます。忘れないように全力でセーブしながら食べました。ウニなんだけど全然違いますね。知らなかった世界。すごい香り、甘み、フレッシュ、本当にクリーミーで、今食べてるものが何なのか分からなくなりますね。参りました。今食べてるものが何なのか分からなくなりますね。参りました。ニハマグリ。うわー、素敵、ニハマグリ。タレがまた自家製で
美しい大人な色味。私の目の前をユズが駆け抜けていったんですけど、見間違いですか？いや、間違いじゃないですね。うーん、いた。仕上げにユズの皮を軽く振ってあります。もうめちゃくちゃ美味しい。すごい肉厚でボリューミーで食べ応えすごいですね。ハマグリってこんなにすごく存在感があるんだ。うわ、すごい美味しい。残る残る、ずっといる残留思念。残る残る、ずっといる残留思念。申し訳なくなってきた。高木さんガリ食べる。大丈夫です。鹿児島、泉のアジですね。鹿児島、北から南まで全部行きましたね。座ってるだけでルーラーしまくり。わ、大きいですね、このアジ。本当のアジを知らないで生きてきた。アジは美味しいって分かるから期待しちゃうけども、量がする。もう肉厚で甘くて、この生姜とデスティニーすぎる。めちゃくちゃ合う。この生姜とデスティニーすぎる。車です。うわー、大きい。こちらが完全に火です。半生の状態ですね。うーん、あえて火を通しすぎず半生。うわ、綺麗だな、こんなに鮮やかで。やっぱり車エビ王様感がありますね。いただきます。うーん、おー、しびれる。ただ内部が生で、外側は優しく火が通って絶妙な半生。ただでさえ最強のエビをこんな火の通し方でより完璧な究極なものにしてしまうというテクニカルテクニック。より完璧な究極なものにしてしまうというテクニカルテクニック。アナゴです。お塩と甘だれですね。すごい、ハイブリッド。タレとお塩、電気とガソリン両方みたいな。メルセデス。すごい。あ、柔らかい。そっと持たないと。うわー、甘い。アナゴも甘いんだ。知られざる伝説。あ、な、わわわわって羽毛のごとしいなくなった。お塩のアナゴすごい。タレの方を。うん、うわ、めちゃくちゃ美味しい。柔らかさがもう異次元。もう海に土下座したい。鉄板焼きです。赤身から中トロ、大トロ、すべて入ってます。すべて、この世の良きを独り占め。至れり尽くせり。うわ、いただきます。語彙力の泉が蒸発しました。ハッピー。卵焼きです。うん、こちらで一通りです。最高のコースですね。スイーツが可愛らしく座ってこちらを眺めている。仲間にしますか？はい。いただきます。卵、うん、マドレーヌ、フィナンシェ、いや、卵焼きしかパターン。すごい空気感を一緒に抱きしめてますね。メレンゲ立てて、メレンゲと混ぜて焼き上げてるんで、天国の雲みたい。ごちそうさまでした。すごかったです。トリコも泣いちゃうと思う、ここ来たら。中さん、これで満足していただけましたか？大満足でござる。帰って寝たいでござる。大将、ありがとうございました。すごい。ということで、ぜひみんなもご褒美に寿司龍介、絶対絶対に最高の体験できますので、皆さん来てください。はい、ということで本日はごちそうさまでした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。